京都サンガと、お前元気で、はみ出していく、はみ出していく。どうも、私たちが、人生負け組大学生、です!と、はい、やってきました。京都サンガ対柏レイソルですね。ちょっと僕たち今回見に行ってないんですけど、結果の方が、じゃじゃん !1 対0、柏レイソルの勝利!まあ、複雑やな。今までね、僕たちが行った試合負けるとかいっぱい結構ジンクスあったんですけど、今回初めて負けてくれました。負けてくれました。 Live now Watch now 負け組 TV Now。 いやでもレイソルもまあいいサッカーしてたよ。そやな、もう枠内シュートだってレイソル1本の3が2本やね。まあでもレイソルその1の1は決めたからな。接点目な、井上とちょっと福田が重なっちゃって、井上が後ろにバックちょっとヘディングしてもらった。あれ俺もようやるわ。現役じゃようやってない。現役あんねん。難しいよな。ああいうのってな、だい、結構失点つながりやすいね、うん。やっぱそういうのを諦めず狙ってる細谷はやっぱさすがエースよ。あれをしっかり決めきる技術は高かったな。うん、パリ五輪も安心やろ。失点してしまったから、まあそれはもう仕方ないとして。うん、後半まあネット揺れてんけどな。なあ。あの、ヤチダの入ってたら J 初ゴール、J1 初ゴール。スーパーミドル、うん、あれうまかったけどな。まあ、結果としてはオフサイドラインに残ってたからな、うん、関与してるかしてないかって言ったら、うん、まあ微妙だけどな。まあなんなら多分あの時間で手に入ってたら多分もう1点入ったね、うん、ライブナウウォッチナウ負け組 TV ナウ。新加入2人、まずクソンユはまあ出てないから、うん、何とも言えない。せっかく補強してんから使うよな、そりゃ。どう変わるかやろ、でも。キーパーを補強して。そうやね。さ、多分みんな京都サンガのファンみんな思ってることや、ね。疑問視してる人おると思うで。うん、キーパー王国なってもうてんもん。お前、どこで張り合ってんの。何のためにハント取ってんよ。まあ、クソンユはまあ今後来たやん。うん。太田とかハントとはまた違う何か持ってるわけやから、取ろうと思ってんから。タ、う、ナ、ん、ちゃんは、まあ分からんな、正味、うん。後半途中から出てきたけど、うん、京都さんがもういいペースじゃなかったから、うん、全然つかめへんかったから。まあ、原大地はな、これからまあ期待するしかないし、うん、海外から帰ってきてな、意気込みをちゃうと思うから、頑張ってほしいなと思います。うん、スピードスターでええねん。中島翔也とか、マテウスお前。なんでそういうやつ取れへんねん。ライブナウ、ウォッチナウ、負け組 TV ナウ。次が、アウェーで FC 東京。サンガな、うん、順位上のチームの方が勝って、いい試合してる。なんと言っても白井がいる。負けれ、12日ってお盆や。子供たち見に来るやん。ほんまや。アウェーとは言えど、京都は強いねぞってとこを、関東の人間に見せよう。ライブナウ、ウォッチナウ、負け組 TV ナウ。まあ、そんな感じでね。よし。今回はまあ試合引き負けたけど、次行った時にな、ぜひ勝ってもらえるように。もうジンクスとか破らして気持ちよく勝ちましょう、うん、してほしいとかことあったら、あの人生負け組大学生でできることなんかあるから、うん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後親泣かしタイム。最近ね、大学のね子にもバレちゃってね、親泣きタイムバレるのはちょっと恥ずかしい。では行きましょう、はい、せーの、次ニコルン結婚おめでとうな。ぜひ京都さんがの公式サポーターお願いな。バイバーイ。お前お前お前